川で見た、川で何か見た。小学3年か4年の頃の話。実家が山形で農園やってるんだけど、農園の脇を流れる農業用水路の出が悪くなったことがあった。そこで隣で同じく農園やってる顔見知りのじいさんが上流を見てくるってことになって、夏休みで暇だった自分もそれについていった。舗装が悪く古い車の轍だけが残る農道を通って、なだらかな山道をしばらく登っていくと、途中でガボボガボボって音がしてきた。音のする方へ向かうと、流木や藁が詰まって水路の水が農道にあふれている箇所があった。音の正体も詰まってた水が立てていたらしい。で、じいさんが素手を突っ込んで流木とか取り除いている間、なんとなく水路の向こうを流れる源流を見下ろしていたら、変なのがいた。見た目は作業服を着た中年ぐらいの男なんだけど、水流のど真ん中に突っ立って体をしきりに前後に動かしている。うまく表現できないけど、イスラム教徒が礼拝で頭を下げるような動作を3倍速ぐらい行っている感じ。そして何より異常なのは頭が歪んでいること。障害者とかそんなレベルでなく、頭の下にでかいミミズが入ってるのかってぐらい歪んでいた。なんだあれって混乱してじっと見つめていたら、妙なエコーがかかった声でそいつが喋った。おーい。その瞬間、自分のすぐ前にあった木にガスッと何かがぶつかった。石だ。それも炊飯器ほどの大きさの石で、どう考えても普通の力じゃあの距離からは届かない。自分を狙っている。そう思ったら一気に恐怖が押し寄せてきて、まだ水路に手を突っ込んでいるじいさんを置いて一目散に山を降りた。後ろでじいさんが何か言ってるのが聞こえたけど、構っている暇はなかった。その後、そのじいさんが死体で発見されたなんてことはなく、普通に山を降りてきて水路が治ったことをうちのばあちゃんに報告したりしてた。しばらく経って、たまたまじいさんの農園にジュースをもらいに行った時にぽつりと言われた。まるまる、川で何か見たんだろ。俺はあの時の恐怖と、あの時じいさんを置いて逃げたことを恨まれているのかと思って、何も答えられず泣いてしまった。じいさんは俺を慰めながら、いいんだいいんだってつぶやいていた。それからはあの体験を思い出したくないのと、じいさんが俺の心を読んでいるみたいな気がして、じいさんとあまり仲良くすることもなくなり、じいさん自身も俺が少し離れた高校の寮で過ごしている間に亡くなったらしい。以上、川で何か見たをお届けいたしました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内人、あやかし語り、語り部の行庵と申します。はい、ということで本日3月31日第72夜目のあやかし語りをお届けしたいと思います。昨日は申し訳ありませんでした。昨日ですね、1年間お疲れ様ということで、育成会のお母さん方と一緒に、近くのね、うどん屋さんで飲み会があったんですけれども、ちょっと久しぶりに、飲んでしまいまして、でですね、戻ってきて、
まあ、パソコン開いてですね、ツイッターでなんかただいま帰ってきたよ、楽しかったよみたいなことを書いたところまでは記憶があるんですけれども、まあ、番組用のね、あやかし語り用のアカウントを開いて、で、ああ今日ちょっと声もガラガラになっちゃったし、結構酔っ払っちゃってるから無理だな、休みですって書かなきゃななんて思ってる間に寝落ちしてしまったらしくてですね、でパソコン開いたまんま、気がついたのがね夜中の3時半でしたすいません。だからね、もうね、変な格好でこう椅子に座ってじゃなくて座椅子でね、まあ座卓というかこたつですよね、こたつのあのテーブルになってるあれの前に座って、いつも放送してるんですけれども、その状態でですね、壁に寄っかかって寝てしまいまして、なんかね、首とか肩とかバリバリになった状態で夜中の3時半ぐらい目が覚めたんですけどね、すいませんでした。すっかりね、ちょっと今日お休みしますっていうのを書き忘れてしまいまして、970番目の迷い人さん、今日休みって言ってたっけみたいなね、できたらやるねみたいなこと言ってたんですけども、案の定できませんでしたね。はい、申し訳ありませんでした。本日もですね、くっそ寒い埼玉県からお届けしたいと思います。はい、早速書き込みをいただいておりますので読ませていただきたいと思います。972番整理整頓な人さん、こそばそわーということで、はい、こそばそわー、よろしくお願いいたします。973番目の迷い人さん、こんばんは、来ましたということでね、はい、いらっしゃいませ、よろしくお願いいたします、こんばんは。974番目の迷い人さん、頭の下にでかいミミズってのがよくわからんということでね、多分頭蓋骨と皮膚の間にそういうでかいミミズが入り込んでて、こうなんでしょうね、うごめいてるように見えたっていうような感じなんじゃなかろうかとね、いうふうに思いながら読ませていただきました。はい、975番ヘッケリさん、こんばんは、体調はどうだい、ジュニアは今どうしてるってことでね、はい、こんばんは、ありがとうございます。体調はね、おかげさまで随分良くなりました。喉の方もね、徐々に調子が戻ってきております。ジュニアはね、今今日ね、すごい寒かったんで、なんかちょっとね、お腹冷えちゃったとか言って一日お腹にね、ぺったんカイロ貼ってたんですけれども、寝る時もね、やっぱちょっとお腹冷えちゃう、お腹痛いって言って、今日久しぶりに、ね、湯たんぽ作って湯たんぽ抱えて寝てますね。はい、もう今すやすや夢の中でございます。976番ネオさん、ヨアンさんが目が覚めた時間帯にリコさんが番外編やってましたかってことで、あんな時間からですかすごいですね、リコさん、いつ寝てるんだろう。もうね、画面がね、ブラックアウトしちゃってる状態だったんでね、もう これはと思って速攻シャットダウンして寝てしまいましたけれども、あの時間からやってたんですか、すごいですね。977番黄色羊さん、こんばんは、とりあえずこちらは録音で後で聞かせてもらいます、あっち放送してるからねということで、あ、そうか、そうですね、はい、こんばんは、ありがとうございます。初っ端からね、タイトル噛んでしまったっていう情けない放送ですけれどもね、よろしくお願いいたします。978番目の迷い人さん、ワンバンコ、じいさんは何者か知ってたんだろうね、奇妙な話ですねということで、そうですね、おじいさんはなんとなくこうそういうね、奇妙なものというか変なものを見たって、まあ、正体まで知ってたかどうかわかりませんけれども、うん、何か見たっていうのはこうピンときたんじゃなかろうかというような感じですよね。うん、小学校3年生、4年生ぐらいじゃね、なんかあれって何だったのって聞くのもちょっと、まあ、勇気がいることですしね、おじいさん置いて一人で山降りてっちゃったっていう罪悪感があるから、なおさら聞けないっていうのもあるかもしれないですね。979番ヘッケリさん、うわ酔っ払いや、どっかの化け猫は酔っ払い放送やけどにゃーということでね、すいませんね、酔っ払い放送やろうかと思ったんですけど、さすがにね、お店で4時間粘ってってわけじゃない、もともと2時間だったんですけど、送迎の車の関係でね、なんか
6時に始まって、まあ大体2時間ということでね。で、8時ちょっと前ぐらいにバスの方お願いしたんですけれども、ちょっとね、送迎が重なってしまって、これからね、別のところ1件こう送ってくんで、バスが戻ってくるのが9時ぐらいになると思いますねって言われてたら、結局バスがお店に戻ってきたのが10時近かったんですよ。なんでね、結局6時から始まって4時間ぐらい。お店でね喋ってたみたいな感じでね、もう人妻集まると喋るみたいな感じですね。はい。でですね、本日3月ラストの放送となります。でですね、残っておりましたクラゲシリーズ、黒服の人々前編後編を読ませていただいて、クラゲシリーズは全部終わりということになります。でまたね、これ読み終わって時間があるようでしたら、もう一本短めのをね、読ませていただこうかなというふうに思っております。で、4月からはですね、ここ最近業務連絡でお伝えさせていただいておりますけれども、毎週水曜日と土曜日の2回に、放送回数をリニューアルさせていただきます。で、開始時間もですね、今まではこう12時からということで始めさせていただいてたんですが、11時。に放送開始時間というふうにさせていただきます。なのでね、だいたい11時から1時間半から2時ぐらい、1時間半から2時間ですね。だからまあだいたい夜中の1時ぐらいに、放送が終わるような感じで、番組の方をやらせていただきたいと思います。ね、もういい加減ですね、ちょっと今回の風邪でね、自分の年をつくづくと痛感してしまったので、体にね、無理のないぐらいの、放送回数と時間でねやらせていただこうかなというふうに思っております。ですので、本日番組が終わりますと、次回放送が4月の3日ですね、4月の3日の水曜日の夜11時からというような形になりますので、お間違いのないようよろしくお願いいたします。ではですね、クラゲシリーズ、残りましたラスト2本、黒服の人々前編の方へ移らせていただきたいと思います。黒服の人々前編。灰色の空から水気をたっぷり含んだボタ雪が落ちてくる。その日学校は休みだったが、私は朝から制服に身を包み自転車にまたがっていた。自宅のある北地区から町を南北に等分する川を越えて、南側の山の中腹あたりに立つ友人の家へと向かう。私が中学1年生だった頃の話だ。2月、風は身を切るほど冷たく、吐く息は白く凍る。山に沿った斜面を登っていると、見覚えのない車がいくつか路肩に止められているのが目についた。友人の家の前に着く。家を囲む塀の周囲にも車が何台か止められていた。門の前では黒い服に身を包んだ大人が数人立っていた。そのうちの40代くらいの女性が私を見つけ、一瞬怪訝な顔をしてから軽く頭を下げた。自転車を止め、視線を送ってくる人たちにお辞儀を返しながら門をくぐる。砂利の敷き詰められた広い庭と、その向こうの異様に黒い日本家屋、屋根には溶け残った雪がかすかに積もっている。庭にも数人、黒い服装をした人たちが何事か話をしていた。見たことのない人たちばかりで、少しばかり居心地の悪さを感じる。ちょうどその時、友人が玄関から出てきた。私を見やると、彼もまた少しだけ驚いたような顔をした。制服ではなく、黒い長袖のシャツを着ている。彼はクラゲ。小学校6年生からの付き合いである彼は、自称見える人でもある。自宅の風呂にプカプカ浮かぶクラゲが見えるからクラゲ。けれども今日だけはその呼び名は使えない。来てくれたんだ。その口調も表情もまるでいつもの彼と変わりはなく、
逆に私の方が何と言ったらいいのか分からず、口を開くまでに随分時間がかかった。あのさ、こういうのは慣れてなくて、手ぶらで来たんだけど、悪かったか？そんなことないよ、大丈夫。玄関の脇には、小さな受付用の机とともに、柄杓と水の入った桶が置いてあった。彼に連れられ、玄関を抜けようとしたとき、私はふと思い出す。この場合は確か、家に入る前には手を洗わないといけないのではなかったか。しかし横の彼は何も言わず、私たちはそのまま家に上がった。玄関から向かって左の大広間には数十人分の座布団が敷かれ、すでに大勢の人たちが座っていた。部屋の奥には両脇に榊を置く祭壇と木の棺、棺の前には一枚の写真が飾られていた。モノクロの写真の中に写っているのはクラゲの祖母だ。去年の秋頃から体調を崩しており、冬の間はほとんど起き上がれないほどになっていたそうだ。家族は入院するよう促していたようだが、彼女は家に留まることを望み、そして数日前、春の訪れを待たずして亡くなった。享年81歳。死因は老衰。家の中の彼女は着物を着ていて、目を細めて笑っている。それは見覚えのある笑顔だった。笑うと目が顔中のシワと同化してしまうのだ。加えてウフというその独特な笑い声も、最初の頃こそ苦手だったが、たびたび会ううちに慣れてしまい、彼女とは何度か世間話で笑い合ったこともある。彼女はクラゲと同様、見える人でもあり、その力はクラゲ以上だという話だった。この家で二人の他に見えるものはいない。もう少しで始まると思うから、ちょっとここで待ってて。そう言ってクラゲは私を残し部屋を出て行った。私は目立たないよう部屋の後方一番隅の座布団に座り、じっと葬儀が始まるのを待っていた。周囲からの視線は家の門をくぐった当初からずっと感じていた。周囲からは直接どこの子かとも聞かれたが、正直に孫の友人だと答えると、彼らは表面上は偉いねなどと言いながらも、その視線にはどこか私の言葉の真偽を探るようないぶかしげなものが混じっていた。そんな折、一人茶色に薄く髪を染めた背の高い青年が部屋に入ってきた。10代後半だろうか。クラゲと同じような黒っぽいシャツを着ているが、どこかだらしない印象を受ける。周りの者におざなりな挨拶をした後、彼の視線がこちらに向いた。一瞬立ち止まってからその目に浮かんだのは好奇だった。こちらに近づいてくる。わざわざどうも。彼の言葉に私は無言で短く礼を返した。彼とは話したことはないが、初対面ではない。この家で一度か二度顔を合わせている。彼はクラゲの兄で、三人兄弟のうちの次男。クラゲとは4歳か5歳離れていると聞いていた。そしてクラゲがその2人の兄からひどく嫌われていることも。なんだろう。君は今日あいつに呼ばれてきたの？彼が言った。あいつとはもちろんクラゲのことだ。嫌な聞き方だと思った。私は首を横に振り、いえとだけ答えた。じゃあクラスの代表とかで？そんなことがあるわけがない。彼は薄く笑っていて、明らかに私をからかっていた。私は彼をまじまじと見合った。信じられなかった。すぐそこに彼の祖母が眠る場所で、彼はいとも簡単に軽口を言ってのけたのだ。
正直腹が立ったけれども、私は膝に置いた手をぎゅっと握りしめて、頭のてっぺんへとにじり上がってくる不快な感情を抑えた。おばあさんのご飯を食べたことがあるから、この部屋で。あいつが飯食いに来いって？もう答えるのも嫌になって、私は無言で首を横に振った。私のそんな様子を見て、彼は面白そうに薄く笑った。なあ、これ好奇心から聞くんだけど、と彼が言った。君ってさ、あいつの何なの？私はもう一度彼を見やる。私はクラゲの何だ？それは考えるまでもなかった。友人です。彼が笑う。友達ならさ、あいつのことをどこまで知ってんの？これ親切心から言うんだけどさ、俺あいつの友達にだけはならない方がいいと思うんだよな。彼の言いたいことは大体予想ができた。彼はクラゲが自称見える人であることを言っているのだ。まるで見えず、まるで信じない人からすれば、彼の言動は虚言症持ちか、もっと言えば精神異常者として映っているのだろう。兄や父親も同じような考えなのだろうか。クラゲは自分の見える力のことを病気だからという。私は思う。彼はきっとこんな環境にいたからこそそう思うに至ったのだ。唇を噛んだ。けれども見えない人には何を言っても仕方がないのだ。自分で病気だと言っていることは知ってます。何が見えるかも。彼が初めて、へえと驚いたような顔をした。知ってんだ、意外。いやさ、確かにあいつだけなんだよな、ばあちゃんが死んで泣かなかったの。やっぱその辺と関係あんのかな。鉄の味がする。どうやら先ほど強く噛みすぎて唇に穴が開いたらしい。で、だから何なんですか？吐き出すようにそう言うと、周りの人々がちらりと私たちを見合った。彼はさすがにやりすぎたと思ったのか、まあまあと私をなだめるように胸の前に両手を上げ、先ほどよりも小さな声でこう言った。いや、俺ってさ、よく勘違いされやすいんだ。もし彼がこれ以上何か言ったら、もっと大声を出してやるつもりでいた。けれども次の瞬間、彼の口から出てきた言葉は私を黙らせるのに十分なものだった。俺はさ、あいつが見えるっていうのは嘘じゃないと思ってるし、それに別にあいつ自身がそれほど嫌いってわけじゃないんだよ。それは相変わらず軽い口調だったが、嘘をついているようには見えなかった。でもさ、今そこにある棺桶の中に入ってんのがばあさんじゃなくてあいつだったらいいのになぁとは思ってる。私は彼を見合った。言葉が出なかった。こんなにも堂々と死んでしまえばいいのにという言葉を聞いたのは初めてだった。それでいて彼はクラゲ自身は嫌いではないという。矛盾してると思うよな。でも俺は正常だよ。多分この家の人間の中じゃ一番まともだ。部屋の入り口からどこか見覚えのある顔の知らない誰かが入ってきた。ああ、兄貴入ってきたな。そろそろ始まんのかな。振り返って彼が言う。礼服をピシッと着用した、どうやらあの人がこの家の長男らしい。そういえばどことなくクラゲの父親と似ていた。しかしその時の私にはそんなことに気を取られている余裕はこれっぽっちもなかった。そうだな、あいつを一番嫌ってんのは兄貴か親父だよ。多分俺はまだほとほとガキだったから、何がどうしてああなったかなんて覚えちゃいないしさ。
正直なところ、一体彼が何を言っているのか、私にはまるでわからなかった。目の前の人間が、まるで宇宙人のように思えた。絶対まともじゃない。そう思った。全部顔に出ていたのだろう。彼はそんな私を見て、薄く笑った。そして、天井近い壁の方を指さした。そこには遺影が何枚かかけられてあった。白黒の写真の中に一枚だけカラーのものがある。写っているのは色の白い30代くらいの女性だ。彼が指さしているのはその女性だった。あれ、うちの母ちゃんなんだけどさ。彼ら兄弟の母親はクラゲを産んですぐに亡くなったのだと聞いたことがある。長男に続いて部屋の入り口からクラゲの父親が入ってきた。これから葬儀が始まるのだろう。その時、そばにいた彼がぐっと近寄ってきて、私の耳元で一言囁いた。その瞬間、私の中の時計が止まった。どんな顔で彼を見合ったのか、自分でもわからない。彼はまた、あのからかうような薄い笑みを浮かべると、きびすを返し、祭壇の近くの親族の席へと移っていった。ふと気がつくと、部屋の入り口に立ったまま、クラゲが私の方を見つめていた。その顔はいつも通り無表情で、これから彼の祖母の葬式をするというのに、何の感情も表に出してはいない。彼の言葉がずっと頭の中でこだましていた。こだまなら壁にぶつかり跳ね返るごとにその音は弱くなっていくはずなのに、その言葉は私の脳内で反響を重ねるごとに大きく強くなっていった。私は思わず視線をそらしてしまった。はっとしてもう一度クラゲの方を見たが、その時にはもう彼は私を見ておらず、自分の席に向かっていた。母ちゃん殺したの、あいつだから。私の耳にこびりついた言葉。そんなはずはない。常識的にありえないと何度否定しても、その言葉は私の中で膨れ上がり、軽い吐き気と一緒に胃からせり上がってきた。とっさに口を押さえる。狩り犬に烏帽子をかぶった祭主が部屋に入ってきた。部屋の中にいる黒服の人々がその方を向いて礼をする中、部屋の隅で私だけが体を丸めたままじっと動かず、つい先ほど傷をつけたばかりの唇を強く強く噛んでいた。以上、黒服の人々前編をお届けいたしました。これはクラゲくんのおばあちゃんのお葬式でのお話ですね。いや、これ初見なんですけれども、他のね、クラゲシリーズは読んだことがあるんですが、この黒服の人々はね、ちょっと目を通してなかったんですけど、お兄ちゃん、なんとも、なんて言ったらいいんだろう。なんかね、まあこれがこの人の個性って言われりゃ個性なのかもしれないんですけれども、いや好きになれない人だな、このお兄ちゃん。ちょっとやだなねえ、わざわざね、おばあちゃんの葬式でそんなことを言う必要もないのにと思うんですけどね。それでいてね、クラゲのことはそんなに嫌いではないという。でも棺の中に入ってんのがおばあちゃんじゃなくて、クラゲだったらとも思う。この矛盾した何とも言えないこう親子間の確執といいますか、家庭内の確執といいますかね、なんかそれほどね、まあ楽しい家族生活ではないというのはこれまで読んできた作品の中からも伺えるところはあったんですが、これほどあからさまにね、出てくるとね、何とも言えずこう、なんて言ったらいいの、むずがゆいのとはちょっと違うな、なんだろうな、こうもやもやとした
感情が湧き上がってくる内容ですけれども、これが後編でどのように消化されていくのかというのがね、気になるところですが、はい、980番整理整頓な人さん、03がバグったでリブートしてきました。これね、あ、03バグりましたか。981番目の迷い人さん、埼玉寒いのか、新潟も雨降りで寒いですよね。雨は降ってなかったんですけどね、今日は一日中曇りでかなり寒かったですね。夕方雨降るのかなって思ったんですけど、とりあえずね、雨は降らずになんとかしのいだんですが、このまま明日も寒いのかなっていうような感じですね。982番ジェリーさん、こんばんは、とか、はい、こんばんは、いらっしゃいませ。983番ヘッケルさん、980番整理整頓な人さんにですね、来週から夜勤頑張って働いて早く最新の機材買えってね、03のことですね。はい、987番整理整頓な人さん、軽口だと思う、軽口って軽い口みたいやってすいませんね、そう、軽口だね、軽口って自分で読んで、軽口なんかちょっと違うな、違和感あるなと思いながらね、軽口だね、あんま最近軽口って言わないのかなね、なんか冗談だよとかね、そういう風に言っちゃうから、なんか軽口か、そうだね、はい、ありがとうございます。989番山猫亭銀さん、こんばんは、私もこっち来ましたよ、作業待ちということで、ありがとうございます、こんばんは、よろしくお願いいたします。こんな放送でございます。990番ヘッケリさん、まだギョワンちゃん鼻声だねって、本当に感知したの、うふんって言ってみて、言わねえってだから。まだちょっとね、鼻こう喋ってて、途中途中でね、鼻がふっと詰まることはありますけど、詰まるっていうかね、なんかね、一瞬膜かかったような感じで、息がね、通りにくい。買ったりすることはありますけれども、自分ではそれほど思ってるほど鼻声ではないのかなというふうに思ってたんですかね。これ声出してると徐々に鼻声っぽさが出てきちゃうのかもしれないですね。やばい、そろそろ新しいスレ立てないと間に合わないかな。992番サイファーさん、今から聞かせていただきますということで、はい、いらっしゃいませ、こんばんは、よろしくお願いいたします。あれですね、993番整理整頓な人さんは山猫亭さんの、これ番宣ですね、はい、お時間のある方、4月1日特別企画だそうです、ぜひよろしくお願いいたします、ね。やばいですね、今994まで消化してますね、新しいスレ立てときましょう、と言ってももう今日でね3月終わりなんですけどね、はい、はい、今あ終わっちゃ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 、そうだ、私自分であれだわ、スレッドね、管理人しか立てられないようにするのにね、パスワードを設定したんだって忘れてましたよ、ね、番組始める前にやっときゃよかったんですけどね、スレあれ、どうやるんだったっけな。自分でやっといて分かんなくなってますね。これでいいはずなんだけど、あらら、ちょっとごめんなさいね、今新しいスレ立てちゃいますので、設定ちょっとごめんなさい、ついでに鼻かませてください、ごめんなさい、ちょっとだけマイク切ります。
い、すいません、戻ってまいりました。今ですね、新しいスレを立てさせていただきました。そうだね、4月でもよかったかもね。遅かった、3月立てちゃった、ね、もうあと今現在ね、7なのでね、もう3つぐらいで、なくなっちゃうんでね、第2スレの方に皆さんお引越しでございます。はい、ですね、このおばあちゃんがね亡くなって、前編のラストの方でね、狩り犬に烏帽子の、人物が入ってきたということで、どうやら仏像ではなく神道でのお葬式のようですね。そうですね、今後編の方をちらっと目を通してるんですけども、そうですね、神道式のお葬式のようですね。神道の方では基本的にお葬式はやらないというような話をね聞いたことがあるんですけれども、京極夏彦先生の著作の中に、あれは何だったっけな、胸骨の夢だったかな、の中で確か神道式のお葬式の話が出てきて、仏教では仏様になるということでねお祭りするんだそうですけれども、神道では、人ではなく神として祭り上げるというようなことが記載されてましたね。特にね、この世で、非常に何て言ったらいいんでしょうね、事件を起こしたりですとか、もう本当に深い深い恨みを飲んで亡くなった方の魂なんていうのは、逆に神として祀ることで、守りになってもらうというね、日本独特の風習ですけれども、平将門を神として祀るのと同じような形ですね。その強い怒りや恨みの念を持って、その神の力として、他の魔を退けるというね形で、神に祭り上げるというのが神道式のお葬式だというのを、ちらりとね読ませていただいた記憶がありますけれども、さて、このクラゲのおばあちゃんのお葬式ですね、この後どのような形になっていくのかね、この次男の兄貴の登場で私の中にあるモヤモヤがどのように消化されていくのかというのを、ちょっと期待しながら、後編の方ね読ませていただきたいと思います。黒服の人々後編。私の胸中とはまるで裏腹に、葬儀はしめやかに進められた。えらく長く、それでいてほとんど何を言っているかわからない祝詞などを聞いているうちに、次男の言葉に混乱していた私も次第に落ち着きを取り戻していった。一度冷静になって考えてみる。クラゲの母親は彼が生まれた直後に亡くなったと聞いている。そうだとすれば、本当に彼が母親を殺したのなら、首も座らない赤ん坊が殺人を犯したことになる。そんなことはありえないけれども、彼が全くの嘘をついたようにも思えなかった。だとすればおそらく彼女は出産が原因で亡くなったのではないか。昔よりは医療が充実した現代だが、ありえない話ではない。もしそれが原因だとしたら、彼女の死が引き換えに生まれてきた赤ん坊のせいにされることだってあるだろう。私の理性はそう結論付けた。これ以上の答えはその時の私には考えつかなかった。それでも何か腑に落ちないもやもやとした塊が腹の中に残った。私の中の誰かが違うんじゃないかと言っている。私はその声を無理やり胸の奥の奥へと押し込んだ。するとその代わりに、またおちゃらけた次男への怒りが湧き起こって、それを鎮めるのにも一苦労がいった。葬儀の方はすでに祝詞から玉串、ごめんなさい、ちょっと字が読めない、ごめんなさい、すいません、法典だ。葬儀の方はすでに祝詞から玉串法典へと移っていた。仏式では焼香にあたる儀で、席順に遺族、親戚、
一般という順に榊の枝葉を受け取り冷然に置いていくようだ。当時の私は新総裁の経験自体少なかったので、法典のやり方が分からず目を凝らして前の人の動作を観察した。二礼二拍手一礼は分かるのだが、その前の榊の置き方だ。何やら回転させているように見えたが、距離があるのと背中で隠れてしまうためよく分からない。私の番が来るまでにちゃんと見て覚えておかなければならない。そう思い、玉串を収めている人の背中を凝視していると、ふと私の目に別の何かが映った。棺の上に小さな光る何かが浮かんでいる。それは蛍の光のような小さな淡く青い光の粒だった。しかも一つではなく複数だった。なんだろう。焦点を合わそうとしても、いかんせん祭壇までは遠く、それが何であるかわからなかった。祭壇には提灯があるが、それは少なくとも提灯の光ではなかった。風に遊ばれる風船のように揺れて浮き沈んでいる。一体あれは何だろう。ふと気がつくと、ほとんどの人が法典を終え、次が自分の番だった。まだ完全に動作を覚えたわけではないが、今になって誰かに助けを求めるわけにもいかない。仕方なくぶっつけ本番で臨むことになった。祭壇に近づくにつれて、棺の上にある淡い光がより鮮明になる。祭主の前に進み出た時には、それが何であるかははっきりと見て取れた。それは小さなゴルフボールくらいの大きさの数匹のクラゲだった。その表面にチリチリと光の筋を浮かび上がらせ、空中にふわふわと漂っている。どうやらゆっくりと天井に向かっているらしい。そのうち一匹の新たなクラゲが棺の中から顔を出した。このクラゲたちは棺の中から現れているのか。あまりの光景に私はしばらくの間我を忘れていた。自分の前に榊が差し出されているのに気づき、慌てて受け取る。冷然に進むと、一匹一匹のクラゲたちの表情がより深く見て取れた。薄暗い部屋の中、それはとても幻想的であったり、たっぷり非現実的でもあり、見とれるには十分な光景だった。これは何だろうという疑問さえ、きれいに消え去っていた。ふと、クラゲたちの動きが変化したのに気がついた。天井へ向かっていたクラゲの群れがその動きを止め、再び棺の中へゆっくりと落下していく。そして最後のクラゲが棺の中へと消えていった次の瞬間、玉串を持った私の手を誰かの手がふわりと包み込んだ。その手は目には見えなかった。しかし確かに棺のある方向から私の両手を優しく握っていた。そうして私の手を玉串もろともゆっくりと時計回りに回転させた。葉をこちら側に、玉串の茎が棺に向くように。目には見えないけれども握られたから分かった。その手は小さくシワだらけでゴツゴツしていた。そして私はその手が誰の手かを知っていた。彼女は法典の動作がわからない私に教えてくれたのだ。不意に涙がこぼれた。それは感情の動きよりも先にフライングして出てきたような涙だった。玉串を置いてもしばらくの間、その両手は私の両手を握ったままだった。このままでは涙も拭けない。そう思った時、ふっと手を包んでいた感触が消えた。制服の袖でぐいっと涙を拭い、棺に向かって二礼二拍手一礼する。ありがとうございます。そう一言つぶやき、私は冷然を後にした。目がにじんでいたせいか、棺の中から浮かび上がるクラゲたちは二度と見えなかった。席に戻る際に親族の席に座っていたクラゲと目が合った。涙の跡を見られないようにと目をそらすと、
向けた視線の先に次男がいた。さすがに真面目な顔をしていたが、どこか面白そうに私を見ていた。その横には長男も座っていたのだが、彼は軽く目をつむり、彫像のように動かない。三人が三人とも似ていない兄弟だった。一般客の後、最後に妻子が自ら玉串を霊前に置き、玉串奉天の儀は終わった。その後、妻子が退場し、喪主であるクラゲの父親の短い挨拶があって、葬儀は閉会となり、しばらく待っていると、大広間から、ドン、ドンと釘を打つ音がした。ついで、家の中から棺が運び出され、門の外で待っていた霊柩車に乗せられた。外は相変わらず、水をたっぷり吸った重たい雪が降っていた。空は灰色。遠くの山を白く霞み、その中を黒い服に身を包んだ人々が動いている。まるで出来の悪いモノクロ映画のような光景だ。火葬は近しい親族だけで行うらしく、私のような一般客やその他の人は、彼らが戻るまで家で待つことになった。大広間に茶や菓子が用意されているとのことだったが、私は家には入らず、彼らの帰りを外で待つことにした。理由は特にない。強いて言うなら、出どころのわからない意地だった。外は寒い。何度か中に入るようにと言われたが、首を横に振り続けていると、彼らも何も言わなくなった。家に入り、事情を知ってそうな人からクラゲの母の話を聞く。そういう考えもなくはなかった。けれどもなぜか、私には、もしも誰かに聞くとすれば、この話はクラゲ自身の口から聞くべきだ、という思いがあった。雪がひどくなって、私は屋根のある門の下へと避難した。上着も持ってきていなかったため、手も足もひどくかじかんだ。自分でも何をやっているのだろうと思ったが、それでも家に入る気は起きなかった。火葬場で焼かれている祖母の遺体のことを思う。雪風に打たれている私とは真逆の状態だ。と言っても、あえて変わってほしいとも思わなかったが。ひとしきりバカなことを考えていると、年配の女性が家の中からお菓子と防寒具を持ってきてくれた。紋所のついた赤いちゃんちゃんこ。亡くなった祖母のものだという。袖はなかったが、それはとても暖かかった。火葬場から彼らが戻ってきたのは、二時間も経った後だ。祖母のちゃんちゃんこを着、門で待っていた私を、親族たちのほとんどは奇怪な目で見合った。次男はおかしそうに笑い、長男と父親は何も言わず、クラゲは真顔で、本当におばあちゃんかと思った、と言った。その後は大広間での食事会だったが、大人たちのつまらない昔話に耳を傾けるつもりはなく、私はクラゲを誘って抜け出し、2階の彼の部屋へと上がった。適当なところに座布団を敷いて座る。2人ともしばらくの間口を開かずにいた。いろいろな考えや出来事が私の中のあちこちで渦を巻いていて、それらは容易に言葉にならなかった。今日はごめんね。先にそう言ったのはクラゲだった。彼は私に向かって、ごめんと言った。しかし、こちらには謝られるような覚えはない。怪訝そうに彼を見やると、彼は私とは目を合わさず、なんだか気分を悪くさせたみたいだから、と言った。なるほど、クラゲは彼の兄であるあの男のことを言っているのだ。確かに嫌な気分にはなった。けれども、それは決して彼が謝るべきことではない。話題を変えようと、私は無理やり口を開く。そういえばさ、棺の上に小さいクラゲが浮いてたよな。すると、彼が不思議そうに私を見た。クラゲ？彼には見えていなかったらしい。私は驚く。私に見えたのだから、当然それは彼にも見えたのだと思っていた。
私はもともと霊感など持っていない人間だ。それがクラゲと一緒にいる時だけかすかだが彼と同じものが見えるようになる。今まではずっとそうだった。え、じゃああの手も？クラゲは首を横に振った。私は彼に玉串放天の際に体験したことを一通り話した。そう、おばあちゃんらしいね。そう小さくつぶやいた彼の口元はかすかに微笑んでいた。窓の外に目を移すと、ぼた雪はいつの間にか雨に変わっていた。こんな雨の日、クラゲの祖母には空に向かって昇る無数の光るクラゲたちが見えたそうだ。なあクラゲさ。クラゲの方に顔を向けると、彼は小さくうなずき、うん、と言った。ただの想像だけどさ、もしかしてあのクラゲって生き物の死体から湧くんじゃないのか。棺の上を漂い、青白く光るクラゲたち。あの時、私は一瞬だけだが、魂という言葉を連想した。死体から湧き出るクラゲ、もし魂というものが存在するのなら、あの光るクラゲはそれに近いものなのではないか。以前どこかで聞いたことがある。雨はそのたった一度で驚くほど多くの生き物の命を奪うと。生を失うのは大抵は小さな生き物だ。その一つ一つの魂が発光する小さなクラゲとなり、空へ向かって登っていく。祖母はその光景を見ていたのではないだろうか。そんなヨタ話をクラゲは黙って聞いてくれていた。私が喋り終えると、彼は肯定も否定もせず、窓の向こうの雨を見つめながら、そうかもしれないね、とだけ言った。またしばらく沈黙が続いた。おばあさんさ、死ぬ前にクラゲに何か言った？ふと気になっていたことを尋ねる。死に目には会えたと聞いていた。人が人に伝え残す最後の言葉。祖母は彼に何か言い残したのだろうか。強い気持ちを持っておらないかんよ。クラゲはゆっくりとその言葉を口にした。そう言った。自分はもうじきいなくなるからって。私は改めてクラゲを見合った。その言葉はもしかしたらそのまま祖母の人生を表していたのかもしれない。クラゲに祖母がいたように、彼女には誰か味方がいたのだろうか。私は玉串を収め終えた後もしばらく話してくれなかったあの小さな手の感触を思い出した。あの手は私に何か伝えようとしていたのではないか。祖母が死んでクラゲは一度も泣かなかった。次男は私にそう言った。死者が見えるのだから悲しむ必要もないだろう。その言葉の裏にはそんな響きがあった。私はあの野郎が嫌いだ。悲しくないはずがない。私は二人がどれだけ仲が良かったかを知っている。いくらそれらが見えたからといって死んだ者が生きている者と同じように振る舞えるわけがない。私はそれをこの家で学んだ。死んだ祖父のために出された料理は決して減ることはなかった。たとえ骨になるまで焼かれても、たとえ雪の降る中突っ立っていても、死んだ者は暑さも寒さも感じることはない。いや、たとえ感じていたとしても私たちにそれを知る術はない。悲しくないわけがない。私は自分の肩に手をやった。柔らかな綿の感触。まだ祖母の赤いちゃんちゃんこを着たままだった。このまま着て帰りたい気持ちもあったが、一旦脱いで彼の前に差し出した。これ返す。彼はそのちゃんちゃんこをじっと見つめ、それから、うん、と言って手に取った。それ着てみろよ、すんげえあったかいから。彼は無言でちゃんちゃんこを羽織った。意外と似合っているな、と私が言うと、彼はまた、うん、とつぶやき、
そのまま抱えた両膝に顔をうずめた。そうして彼はまるで眠ってしまったかのように動かなくなった。本当は彼の母親のことを聞こうかとも思っていた。一歩間違えればそうしていた。私は彼を問い詰め、そして彼はきっと正直に答えてくれただろう。私は寸前でこれ以上彼を追い詰めずに済んだのかもしれない。きっと彼だって張り詰めた糸のような均衡で保たれていたに違いないのだ。聞くべき時、それは決して今ではなかった。その名を呼ぼうとして私は口をつぐんだ。膝に顔をうずめ動かない彼に、それ以上かけてやるべき何かを私は持っていなかった。あったとしても彼には届かなかっただろう。当時の私たちはまだほんの子供だった。だからせめて私は彼が顔を上げるまでそこで待つことにした。寝転がると一階の大広間の話し声がかすかに聞こえた。大きな家だからなかなか声も届かないのだろう。耳を澄ますとすぐ窓の向こうに降る雨音の方がよく聞こえた。たとえ彼が母親を殺していたとしても、たった一つこれだけは言える。彼はいいやつだ。寝転び窓を見上げたまま私は目を閉じた。暗闇の中では幾千幾万というクラゲが色とりどりに薄く淡く発光しながら、どこへ続くかもわからない空へと吸い込まれていった。以上、黒服の人々後編をお届けいたしました。疑問がすべて解決されたわけではないですけれども、でも確かにね、この主人公の私さんと同じように今ここで聞かなくてもいいかなというような気はしますね。で、この亡くなったおばあちゃんのね、クラゲになって主人公に見えるという、でね、こう天井の方へ、空へ向かってこう上がっていこうとしてたのがね、ふっとまた戻ってきて、こうやってやるんだよって教えてくれるように、こう手にこうそっとね、玉串の置き方を教えてくれたり、その後しばらくね、こう手を握ってくれてたりとかですね、非常になんかほっとするような、このおばあちゃんがいたことでクラゲっていうのはすごく救われてたんだろうなっていうのをね、しみじみと感じる終わり方になっておりました。この後ね、この主人公とクラゲがどういう風になるのかっていうのものすごくこう興味が残るところなんですけれどもね、どうなんでしょうね。3月末の方あれですね、バッチリ1000まで埋まりましたね。はい、早速、8番目の予備です。ちょっと待って、違う、まあいいか。8番目の迷い人さん、坊主ってろくなやつがいないなと最近つくづく思う。特に真言宗は資産運用失敗、朝鮮総連落札、母親殺害した住職とか、善光寺の坊主は特注のフェラーリ乗ってるらしいね。坊主が高級車乗るとかどうなのかね。生臭坊主にお布施とか絶対したくないわ、ということでね。海外はどうだか知りませんけれども、日本で特に金持ちっつったら、医者、弁護士、坊主って言われるぐらいですからね。ちょっとうちのね、あれですよ、旦那寺はどこの宗派かちょっといまいちよく分かってないんですけど、ご住職はスクーターで走り回ってますよ。ね、今朝来てね、坊主頭にヘルメットかぶって、スクーターでブーンって飛ばしてね、結構いいお年のご住職ですけれども、かっ飛ばして動き回ってますね。大体私が見かけるお寺のご住職とかっていうのはね、車乗ってなくてスクーターもしくは電車で移動されてる方が非常に多いんですけれども、自分の身近にね、あんまし高級車乗ってるお坊さんがいないので、
まあね、人づての話ではね、やっぱりそういう高級車乗ってたりとか、まあね、株とかね、うん、そういうお金遣いが荒いとかっていうので、お寺の運営費を使い込んじゃって、檀家さんにね、突き上げ食らって、辞めざるを得なくなっちゃった方とかいらっしゃるらしいですけれども、ね、そうそう、確かにね、朝鮮総連の、辞書をね、落札したというので、まあ、いろいろと問題が出てるようですけれども、まあ、ね、言い訳かどうか分かりませんけれども、銀行の方からの融資を受けたということでね、そこの場所からは出てってもらうということで、そこにね、また土地を貸し出すということもしませんよというようなことはおっしゃってましたけれども、またどうなるか分かりませんからね。そうね、善光寺、長野でしたっけ、長野の善光寺、あれですよね、牛に惹かれて善光寺でしたっけ。そう、行ったことないんですよね、善光寺さんね。以前にイオンでしたっけ、イオングループでしたっけ、お葬式のお布施をね、一律で3万円にしましょうという、まあ、お布施っていうとね、ピンからキリまであって全然わかんないっていうことで、で、お買い身をつけてもらってお葬式してもらって、でお車代まで含めると10万というお金を出さなきゃいけないっていうね。で、お寺さんにね、お布施いかほどお出しすればいいですかって聞くと、気持ちでって言われ、気持ちでって言われるのが一番困るんだと、具体的にいくらかかるって言ってもらった方がまだすっきりするということでね、そういう時にイオングループの方で、そういった冠婚葬祭のね、事業に乗り出す時に、お布施の方を、一律3万円ということで、まあ、やっていきましょうみたいなことを出したら、やっぱお寺さんの方からね、ものすごいこう猛反発食らったっていうのがありましたけど、何年ぐらい前でしたっけ、ありましたよね、そういったことが。そう、お戒名もね、位によってお金が違うんですよね。お戒名4文字からあるのかな、4文字から9文字まででしたっけ、9文字っていうのが一番格が高いのでね、1体つけてもらうのに30万から50万かかるっていうような話を聞いたことがありますけれどもね、えさすがにね、お寺さんに実質いくらかかりますかって聞きづらい部分もありますけれども、きちんとね、これこれこれだけのお金が必要ですよっていうのを出しといてもらえれば、こちらも心づもりができるんですけどね。ちなみにうちの実家の方はですね、もう母が毎月積み立てをしておりまして、メモリードの方にね、積み立てをしておりまして、で、まあ、何かあった際には、そちらの方に連絡するようにということで、私が管理を任されてるんですけども、その番号とか控えてね、何々さんにお願いするようにということで、やってるんですけれども、だから特定のね、旦那寺っていうのがうちありませんので、そこの方でね、お坊さん呼んでいただいて、その積み立てた金額の中でやっていただくということで話が決まってますんでね。で、まあ、お戒名の方もですね、うちの母が信仰している宗教の方でつけていただくということで話がまとまってるんで、うちの場合はね、それほど心配することはないんですけれども、うちの相方の実家ですよ、ね、長男なんで、もう両親もねある程度高齢なんで、そこら辺しっかり長男なんで、やっといてほしいなと思うんですけど、いざとなった時にあたふたされても困るんでね、そこら辺きちんと両親と話をしといてほしいなと思うんですけどね、まだまだちょっとできないみたいですね、そういう話がね、するとね、お父さんに怒られるんだって言ってますね。なんか縁起でもない、そういう親が死ぬとかそういう話をすんなって怒られるっつって、だからそういう話できないんだって言われたことありますけどね。親もいい加減ね、ちょっと自分たちの行く末考えて長男にきちんと残しておいてほしいんですけどね。何をどうするのか、保険会社はどことどこに連絡すればいいのかっていうようなことをね、きちんと教えておいてほしいなっていうふうに思うんですけど、嫁の立場からあんまりそう言えないんでね、またね、頃合いを見て相方のお尻を叩かないといけないなっていうふうに思いますけどね。11番目の迷い人さん、深夜に階段最高だなということでね、やっぱりあれですよね、聞くんだったら夜中ですよねでもたまには昼間にも突撃階段やってみたいなと思うんですけど、で昼間にやるんだったらあれだね、にちゃんとかね、シャレコアとかじゃなくて、実話系かなっていうような体験談かなっていうような気もしますけどね。さすがに夜中にね、
体験談読むのはね、結構リスクが高いんで、体験された方はそれほどではないことがあるんですけれども、送っていただいてこう読ませていただいているときに読んじゃう話っていうのがたまにあるんで、この間私がね自分で収集してきた肺病院の話ですけど、あれはねちょっと読んじまう話だなっていうのが自分で分かったので、しばらくお蔵入りにさせておこうかなというふうに思います。はい、12番ヘッケルさん、深夜の階段、少し色っぽい階段もお願いしたい時間ですよね、ということで、また出たな、やらないよ、ね、それは、猫のお姉さんの方へお願いいたしたいと思います。丸投げ。はい、14番ジェリーさん、昔心霊番組に出てきたお坊さん、あの人成金っぽくて子供の頃から嫌だなって思ってた記憶があります。そういう人もそんなにいないんじゃないのかなと思いたいですが、ってことね。でもなんだろうね、心霊番組とかに出てくるお坊さんっていうのは派手ですよね。まあそれっぽく見せてる演出なのかもしれないですけれども、あんまり派手なのもね、ねキラキラしい袈裟着て出てこられてもね、っていう気がしますよね。あとあれ、女性の方なんかでもいかにも霊能者ですっていう服装で出てくる方いらっしゃるじゃないですかね。最近はそれほどでもないのかもしれ、まあ番組自体が少なくなりましたから、それほどじゃないのかもしれませんけれども、何の番組だったかな、なんかで見た時にね、久々に霊能者っていう服着た人見たわーと思って、あれは本コアじゃなかったら何だったかな。なんだろう、心霊番組全盛期の頃に見たような、でなんだろう、巫女さんみたいな格好して、ね、髪の毛結い上げてね、やってる人、もう相当、十何年かぶりにね、見たような気がするなと思ってね、そんなのがありましたけれども。ただなんだろう、いかにもっていう人の方がすがりたい人っていうのは安心するのかもしれないですね。まあ、どこにでもいる普通のおばちゃんっていう人よりも、いかにもな演出をした人の方が、あ、この人はそういう、ね、霊媒師なんだ、霊能者なんだっていうような安心感が逆にあるのかもしれないですね。ね、すごいこれから幽霊のこととか相談しようと思ってる人のところに、もう隣に住んでるような普通のおばちゃんですっていうような人が来ても、本当にっていうような、逆に肩透かし食らっちゃったみたいな感じがするんで、ね、ある程度はそういうキラキラしい、仰々しい演出っていうのが必要かもしれませんけれども、だからつってあれはやりすぎだろうみたいなね、人確かに多かったですよね。15番目の迷い人さん、祖父の葬式に行った時、寺の応接間に、応接室に銀行からの感謝状が掲げてあるのには引いたわ。裏で何やってるかは知ったこっちゃないが、檀家の目に触れるところに掲げるその神経にって、応接室、でも見せたかったんでしょうね。そういうのは自分家に貼っとけっていう話ですよね。自分家に貼っといて、もう一人で眺めてニヤニヤしてなさいっていう話で、ね、でもあれですよ、症状なんかと一緒で見せびらかしたいっていうのがあるんでしょうね、きっと。だからってね、銀行からの感謝状ってどうなのよって話ですけどね。寺は目に見えるところだけでも質素でいてほしいな。まあそれ自体がね、一種の幻想なのかもしれないですけれども、ちょっとね、ことお金に関することはね、ちょっと目に見えないところでやってほしいですよね。17番目の迷い人さん、生前に死後のあれこれをきちっとしておくのはかえって縁起のいいことだと聞いたけど、それは知りませんでしたね。ね、私も長女で、うちの相方も長男なんでね、やっぱりちょっと親がさすがに高齢になってきましたから、これから先どうするのかってね、どこにお願いして、どういうふうな形で、葬儀をするのかって、どこにお墓があるから誰に連絡をするのかっていうようなことをね、一応私の方に連絡してもらいまして、で、うち長男がね、音信不通でどこにいるのかわかんないので、
まあ、とりあえず私が、まあ、両親ね、両方とも行っちゃった場合には私が喪主になるもんですから、まあ、そこら辺はね、きっちりしといてもらわないと、何が保険屋さんとかね、そういう葬儀の手配とかね、何にもわかんないまま、何にも知らないままでぽっくり行かれちゃっても困るんで、まあ、それはね、こちらの方からも、お願いして、どういうふうにしたらいいのかっていうのを伝えておいてねっていうことで、聞いてます。で、うち、相方の方がね、男3人兄弟でやってるんですけれども、ね、もう父、実家の、相方の実家の父もね、70超えましたから、ぼちぼちそういうことをね、考えてほしいんですけど、やっぱ自分の体が元気で動くせいなのかね、なんかちょっとそういう話題に触れたくないらしくって。ね。でもそこら辺ほんと、きっちりしといてもらわないとね、困るのはこっちなんで。そうか。ね。縁起がいいというか、なんというか、双方にとってね、すごく気持ちが楽なことではあると思うんですけどね。18番黄色羊さん、あっち終わったのでこっちだな。たまに昼間に自分の階段、取材階段垂れ流し、うわちょっと口が回んね、垂れ流したりしてますがなってことで、嘘やってんですか。おー、ちょっと教えてくださいよ羊さん、ね、昼間聞きますからねえ、いいな、自分で取材に行けないんでね、さすがに取材までするようになったらもう家族に出てけって言われちゃうんでね家入ってくんなって言われちゃうんで、自分でさすがに取材には行けないんですがね、ほんと聞くの読むの語るの大好きなんで、もうぜひ教えてください。19番山猫定銀さん、成金坊主には見えない人だったけど強引に払うことはできてたと聞いたことがあります。多分弱気な例ぐらいはなんとかできたんじゃない、できたんでしょうねということで、はぁ、まあね、そうね、気合で払っちゃう人もいたのかもしれないですね、うん、でそこでまたね、自分の力を過信しちゃったりとかすると、とんでもない事態を引き起こしちゃったりとかする人もいますけれども、強引にか、で寺の坊主だったら強引にはちょっとやめてほしかったなっていう気もしますけどね、きちんと話して諭してからあげてほしかったなって気もしますけども、強引に払っちゃうとね、除霊の場合には戻ってきちゃったりしますからね、まあ、その人に何か執着があってね、払われた場合には、きちんと手を施しておかないとまた戻ってきたりするそうですし、条例っていうのは清めてあげるわけですから、きちんと成仏して行くべきところに行ってもらうことですけれども、それ以外の強引に引き剥がすっていうと、その魂そのものを砕いちゃうことがあるので、そうするともう転生の輪の中に戻れなくなっちゃうと、来世がない状態になっちゃうというね、本当にこの世から消滅してしまうというふうに解釈している霊能者の方もいらっしゃるそうで、もう強引にというのはできればやりたくない、もう最終手段であるというふうにね、もう可能な限りこう納得してもらうというような方法を取るというお話をね、目にしたことがありますけれども、強引にか、なんか目に浮かぶようですね。21番ハッシーさん、深夜に呼んじゃう怪談話、リアルあやかし語りできるからいいじゃん。いや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 、自分一人だったらあれですけどね、さすがにね、うち若様がいらっしゃいますんでね、ちょっとね、呼んじまってとどまられると困るんで、さすがにそれはやりませんけれども、はい。22番ジェリーさん、なんか私が言ってるお坊さんは最後らへんわざと成金をネタにしてやっていたような、でもそれで嫌われてテレビに出なくなったような自業自得というか、何やってんだいっていうかね、ダメじゃんっていうそっちがネタになっちゃっちゃダメじゃんっていう気がしますけどもね、でも本当にあれですよね、なくなりましたよねこういった番組がね。逆にそういう番組を見て視聴者の方も、あ、こいつ嘘くせえとか、あ、この人は本物っぽいなとか、そういうのでこう判断する目っていうかね、判断する基準がその人の中にこうできてたのかもしれないですけど、今もう本当にそういう番組がなくなっちゃって、でテレビに売り込みに来る霊能者っていうのがやっぱ自称霊能者になっちゃいますから、テレビ映えがして、話術が面白くて、なんかすっギョギョしい雰囲気の人とかね、そういうような感じになっちゃって、
なんか見てても非常に面白くないというかですね、なんかそこら辺のね真偽を自分なりに、判断する楽しみっていうのもあったのかなっていうのはありますけどね。そうやってた怪談番組とかね、怖い番組とか、もう今は本当になんだろう、そういう怖い映像とかを一方的に流すだけで、それだってもう随分作り物とかね、海外のなんかなんていうんだろう、そういうもう本当にね一発で作っちゃったってバレるようなね、映像っていうのがすごく多くなっちゃって、見てて半分ぐらいつまんねえなと思いながら見たりしてますけれども、なんかロマンっていうかね、なくなっちゃったなっていうような感じもしますよね。23番ヘッケルさん、19番山猫テイスさんへ。私は見えるだけでお祓いとかはできません、ただ避けて通るだけの臆病者ですよってことで、でもあれですよ、実際に霊感のある人っていうのは見えるわけですから、わざわざそういうところに寄りつかないと、できちんとそういう危険をね回避して、こう寄らせない、自分からも寄りつかない、でそういうふうな危ないところには自分からもなるべく足を運ばないということでね、普通に暮らす自分の生活を守ってるっていうようなことを聞いたことがありますよね。だから臆病者っていうか、きちんとその危険を回避するアンテナが立ってるということでね、やっぱなんだろう、中二病じゃないですけど、思春期真っ只中のね、こう周囲の耳目を集めたいがための、あ、私霊が見えるのよみたいなタイプの子っていうのは、わざわざこう自分から足を突っ込んでって地雷踏んだりとかね、そういうことがあったりしますけれども、きちんとね、見えてそういうアンテナの働く人は、わざわざそういうところに寄りつかない、で自分からもきちんとその危険をね回避して、生活する能力というのが身についているので、そういう人はねなかなかこうあっても自分どこに持って帰ったりとかね、そういうことはないんだよっていうような話を聞いたことありますけどね。24番ジェリーさん、19番山猫亭さんへ。勢いがすごかったですよね、勢いで飛ばすような感じ、顔も人相悪かったしってねいい、本当に勢いでしょうね。でなんだろう、カツを入れるとかのカツの結局はこうね、勢いじゃないですか、それこうびっくりして吹き飛ばすみたいな、いやだったらある程度アニマル浜口でもできるんじゃないのかいみたいな気もしないでもないですけど、きちんとね、もちろん修行を積んで、そういうような能力を持ってね、ちゃんとそういう、人を救うという、仕事としてなさっている方ももちろんいらっしゃるんですけれども、あまりねそういう方たちは自分たちができるということを口外されませんからね、いろいろ面倒な問題を持ってこられても困るということで、あまり自分からはね、そういう私は払えますよとか、そういうことは言わないということでね、そうやってベラベラとね、私できるんですよ、私払えるんですよ、見えるんですよっていうような人こそがちょっとね、注意しなきゃいけない霊能者だっていうような、ことをね、何かで、見たり聞いたりしたことがありますけれども、はい。ね、25番目の迷い人さん、お久しぶりに聞きます、喘ぎ声の呪いをリクエストします、だからやらないってば、何この呪い、逆に私に呪いだからね、リスナーの皆さんで私にエロ系の呪いをかけるのはやめていただけますか、ね、もう本当に丸投げで、猫のお姉さんの方へ、お願いいたします私はやりません、はい。26番目の迷い人さん、追っ払うだけではやられた霊がもっと強い霊に泣きついて、兄貴あいつですぜ、おう任しとけってなるっていうすごいせちがらいすごい、あーそっか、そう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 ね、そういうこともありますんでね、なんだろう、下手に力があっておいら払いますぜみたいなやつに、いやってこう無理やり引っぺがされちゃうとですね、またそれが倍になって戻ってきた、倍返しで戻ってきたりとかしますんでね、そういうやつほど後処理をきちんとしなかったりしますんでね、そこら辺は捕まっちゃうとね後々面倒ですけれども、きちんとこういろんなつてでね、でもつて頼ったからって行き着くかどうかわかんないですけれども、うかつにね、うかつに頼んじゃうとものすごいお金踏んだくられたりしますからね、
ただ霊障を疑う前にまずは一回病院に行ってみましょうっていうのもありますからね、うん、自分のその体調とかね、まあ、家の中の環境とかで具合が悪くなったり、それがなかなか治らなかったりっていうのをまず一番最初に霊障と疑うんではなくて、きちんと医療で治療してもらって、それでもなおかつ、説明のつかないような現象が治らないときには、その時にこそ初めて考えるべきだっていうのをね、霊能者の方がおっしゃってましたけれども、うん、もう一番最初からね、なんだかんだと理由をつけて、いやこれは悪い霊が取り付いてるからとか、これは水子の霊がとかね、そういって脅かしてくる連中はもう要注意ということで、うん、そういうのね、まあ、結構、その方面では有名な霊能者の方がおっしゃってましたけれどもね27番目の真由美とさん、これうん、ね、後日会をしてもらってるんですけども、ちょっと読めないね捕まった人だね、うん、あれでしょ、手持ちの水晶玉でボーリングした人でしょね、そうそう、28番黄色い羊さん、坊主って言えば少し前に心霊 DVD の撮影に同行したわけですが、うさんくさくてね、見えてないらしく関係のない方向を指さして、あそこにいますとか、今あの霊は泣いていますとか嘘だらけだよ。その時のエピソードがまたいろいろありまして、それはおいおい出していくよって、出していいって了解済みなのですわ。あー、いいですね、羨ましがっていいのかな、どうなんだろう怪談好きにはね、たまらないお仕事ですけどね。あー、いやでもうっさんくさいね、その坊主。いやー、あれですよ、私はね見えないんですけど、まあ気配感じる程度ですかね。あとはやっぱりね、あれですよ、学生時代にねずっと音楽をやってたのもありまして、吹奏楽とかね、鼓笛とかそういうのをやってたせいもありまして、気配と音に敏感ですね、やっぱり。なんかね、なんだろう、いないところからね音がしたりとか、カサッとかコソッとかね、そういう音とかっていうのには非常に敏感ですけれども、あと気配ですね。見えたりはしないんですけど、ただこのラジオをやるようになってから、視界の端々になんかちょろちょろと映るようになったというのは気のせいだと思ってます。はい。ね、いいですね。本当に羊さん、何か出していいエピソードがあったら教えてくださいませ。っていうか、あれですよ。こちらの方でね、きちんとスカイプ突で放送ができることが分かったら、ぜひ羊さん、出て語ってやってくだされよ。はい。29番目の迷い人さん、坊主は上手に屏風に絵を描いていればいいんだって、誰がうまいことを言えと。そうそう、ね、そんな感じですよね。はい。坊主話で盛り上がってんな30番目の迷い人さん、不浄物霊は観音経であの世にあげるってこと。おー、私観音経はあげられないんですよね。だらに経はあげられるんですけど、ね、観音経を勉強してないな、ね、ちょっと今度調べてみようかな。31番目の迷い人さん、坊主丸儲けです。そうそうそう、ね、そういう言葉があるっていうこと自体がね、もうずいぶん昔からそういうことなんだなっていうのがありますよね。そうそう、坊主丸儲け。あー、またなんか、生理な人さんがね、リクエストというかね、笑い女というお話をね、シャレコアの方から持ってきてくださったんですけども、これ長えですね、長えですね、じゃあこれあれです、4月の一発目に読みましょう。笑い女ですね、メモっときます。はい。33番目の迷い人さん、あの人は金に汚いだけじゃなく宗教法人の乗っ取りを図った時に懲役2年6ヶ月執行猶予4年の有罪判決を受けちゃったんですね。もうね、なんだかね、ということでね。そうそう、本当ですよね、なんだかねですよね。自分の未来は見えなかったんかいっていう話ですけどね、うん、まあそういうね、占い師さんとかね、そういう人たちは自分の未来は見えないって言いますからね、分かんなかったんですよ。
35番山猫定銀さん、その通りだと思います。自分で不意調する人ほど大したことないし、その割に危険。変なの背負ってる人は周りを巻き込んで害するんですよね。霊関係でなくても悩みを聞きたがる人要注意。でも多くの人に頼られている俺アピールに迷ってる人は騙されちゃうんだよな、ということで。あ、そう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 、もう俺さ、みんなから頼られちゃって困っちゃうんだよ、とかって言う人いますよね。頼られてるというか、うん、お前いい愚痴の吐き口になってるからみたいな。そう、頼られてるからといって、その人が何かこう力添えをしてくれるとか、こう何かね、いいアドバイスをしてくれるというようなことはね、なかったりしますんでね。うん、ただ愚痴を言いたい相手なのか、それとも真剣に相談をして、こうアドバイスが欲しい相手なのかっていうのをね、きちんと見極める必要っていうのもありますからね。そうそうそう。まあ何でも、仕事でもね、そうかもしれませんけど、俺がって来る人ほどできなかったり使えなかったりしますからね。ほんと要注意ですよ。ね、黙っててもね、この人にだったら話してもいいかなっていうような人っていうのは必ずいますからね。そういう人こそ、すごく口が固くて、しっかり人の話を聞いてくれたりしますんでね。自分自身も本当にこう、愚痴を言ってスッキリしたいだけなのか。それとも本当に自分が悩んでて、そのことについて解決するためのアドバイスがきちんと欲しいのかっていうのを自分自身でちゃんと把握して、誰にそれを相談すればいいのかというのをね、見極める必要があるのかなというふうに思いますよね。36番目の迷い人さん、坊さんも修行して神通力を持ってる人じゃないと条例できないよ、簡単にやれる人なんかいないよ、ということは本当ですよね。そうそう、きちんとね、本当にその能力そのものを、生まれつき持ってる人っていうのも確かにいますから、そういう人もね、自分の身を守るためであったり、またそういうことでね、困っている人たちをちゃんと、その困っている人もそうですけれども、ついてる方の霊の方もきちんと上げてあげるというね、そういう思いを持って修行されて、きちんと、そういう行動を活動をなさっている方っていうのもいらっしゃいますんでね、やっぱり可能な限り調べるね、それで本当に信頼をできるのかどうなのかというのを一旦冷静になって考えるというね、自分一人じゃ判断しきれないときには、第三者も交えて、話をするというのも必要な手段ではないのかね、相談する側としてね、必要な手段ではないのかなというふうに思いますね。そうか、38番整理整頓ですさ、おい夜勤だよ4月一発目ってやってね、そうそう、4月一発目はね、4月の3日の夜中ですね。そっかね、アーカイブなるべく早く上げますんで、はい。39番黄色い羊さん、スカイプ開通したらゲスト OK ですよ。過去に出した話はブログや日記にあるので、今見て URL 出しておきますね。去年青木ヶ原で取材に同行した時は怖かったな。同行した霊能者が暴れちゃってね。あー、ゲフンゲフンって。ね、ゲフンゲフンだね。シャレんなんね、霊能者。頼りにしてる霊能者暴れちゃったらシャレんなんね。いやー、それは別の意味でも怖いですね。いやー、もうぜひ聞きたい。楽しみだな。40番目の迷い人さん、見えません、感じません。霊感というものは全くないんだけど、この状態って現世に生きている私がきっちりとあの世と隔てられている証明なんじゃないのかなと思います。信仰のせいなのか、守護してくれているもののせいなのか、そういうことは分かりませんが、それだけにあえて心霊スポットへ行くなど、守ってくれているものに負担をかけるようなことは避けようと思います。ああ、ねえ。その心づもりこそ必要なんではないかなと思いますけどね。そうだから、怖いもの見たさっていうのはやっぱり誰の心の中にもあると思うんですけど、やっぱりそれをね、行くときにはやっぱり自分で背負う覚悟がないと行くなよっていう気がしますよ。何があっても自己責任でしょっていうね。行った、たたられた、誰のせいって、誰のせいって言った、お前のせいだよっていうね。もう向こうだってね、そこで落ち着いてたところにこうどかどか入ってきてワイのワイのやられたったら腹も立つぜっていう話で、ね、だからつって言って取り付いた霊のせいだとかね、行こうって言い出した誰彼のせいだって、それは違うだろって、言っちゃったあんたのせいでしょっていうような気もしますけどね。そうそう、本当にね、
必要ないから見えないようになっているんであって、で例えばまあ、前世の記憶とかもそうですけれども、生まれてくるときにあなたは今この世で生きるのにそれは必要ないよということでね、前世の記憶というのは大半の人が持たずに済んでいるという、そんな記憶があってもね、今のあなたの今世の人生には何の問題もないよということで、知らなくてもいいというふうにアンテナが閉じられているそうなので、中にはね、自分の前世を覚えているという方もいらっしゃいますけれども、そういう方は必要があってアンテナが開いているんだという、だから無理にそのアンテナをね、閉じているものをこじ開けて、自分の前世がどうだったの、ああだったのっていうような、ことをね、知る必要はないんだと。それよりあなたは今の人生は力いっぱい生きなさいというね、そういうメッセージだというのを聞いたことがありますけれどもね、そうそう、だからね、きちんとね、そういう自分のね、守護霊さんとか守ってくれてるね、例えばそれがおじいちゃんだったりおばあちゃんであったりと祖先様だったりするわけですけれども、そういう方々にね、おめえなんでそんなとこ行って疲れさせるんだよっていうような負担をね、あえてかけるようなことはしないというね、もう本当にそれが一番正しいんじゃないかというふうに思いますけれどもね、はい、ありがとうございます。ね、41番山猫亭銀さん、40番目の迷い人さんへいいねボタンをポチッってことでね、本当ですよ本当ですよね、若気の至りで何かをやろうとしているね、そういう連中に見てほしいお前らだよっていうね、そう、反抗期を何かと間違えているね、若気の至りをこう言い訳にするような連中に見てほしいなと思いますけどね、はい、ではですね、一応シャレコワさんの方からクラゲシリーズは、全て読み終わりました。ちょっとね、読んだ回がねバラバラになってますんで、全部ね13本ぐらいあるんですよ。で、もう本当にね、自分で思いついた時に読んでるんでバラッバラになってるんですよね。そうですね、第8夜の頃に緑ヶ淵っていうのを読んでますし、あれはクラゲシリーズだったんですよね。で、そうですね、暮れの頃に私がちょっと体調崩してね、長時間できないっていうので、1本か2本読ませていただいた、転校生と杉の木ってやつもクラゲシリーズなんですよね。で、今回まとめて読ませていただきまして、多分ね、13本ぐらいあると思います。あ、そうだ、クリスマスにやったんだ。12月25日のね、34夜に転校生と杉の木というのを1本読ませていただいて、短時間配信で終わらせていただいたんですけど、それがね、あれです、クラゲシリーズの中の、クラゲと僕の、私の、出会いの頃の話ですね。そうそう。だからね、こんなに長いと思ってなかった、こんなにたくさんあると思ってなかったんですけどね、調べてみたら、あ、全部でこんなにあるんだと思って、ね、本当はね、この続きが出るのが、すごく楽しみなんですけれども、まあ、もしかしたらこのままこの続きは出ないかなというような気もしますけどね、はい、また、チェックしてみて、クラゲシリーズ続編が出ているようでしたら読ませていただきたいと思います。はい、ではですね、時間的に本日ラストのお話になるのではないかなと思うんですが、短編というか中編ですね、少し長めのお話を一本読ませていただいて、本日は終了させていただきたいと思います。交通量調査。学生時代の同級生 S さんがアルバイトで体験した話です。アルバイトの内容は朝7時から夜7時までの12時間、京阪駅北口の交通量調査。以前京阪駅には改札が1箇所しかなかった。オフィスビルや商業施設もあったのだが、ほとんどが駅出口の反対側にあったため、利用者は改札を抜けて駅前に出てから線路沿いをひたすら歩き、遠く離れた踏切を渡らなければ反対側に行けなかった。勤務先は駅から目と鼻の先にもかかわらず徒歩10分以上かかるのもザラで、通勤サラリーマンからは不満の声が多かった。そんな京阪駅の反対側に新しく南口が完成し、
もともとあった駅出口は北口と呼ばれるようになった。交通量調査は北口と南口、それぞれ駅から出入りする人をカウントするため、4人1チームで6時45分に現地集合した。 S さんは北口の駅から出てきた人のカウント担当となっていたが、予想通りほとんどの人が新しくできた南口を利用しているようで、北口から出てくる人はほとんどいなかった。用意してきた椅子に座り、数取り機を手にじっと北口を見つめる。カチッカチッカチッ。隣に座る T さんの数取り機の不規則なカウント音だけが静かな北口に響く。北口に入っていく人は某駅が最寄り駅の住人だろう。たまに出てくる人をカウントしながら、 S さんは延々と同じ景色を見続ける。朝8時過ぎになると通勤サラリーマンの数が増えてきたが、朝9時を過ぎた頃にはほとんど人がいなくなった。 S さんは交通量調査のアルバイトは初体験だった。今回単発でこのアルバイトに募集した理由も楽そうだったからだそうだ。しかし蓋を開けてみれば苦痛以外の何物でもない。ひたすら同じ作業を繰り返すことがこんなにもつまらなく大変だとは思いもしなかった。 S さんは今にも寝てしまいそうなこの環境を乗り越えるため、 T さんと話すことにした。何か共通の趣味でもあれば盛り上がったのかもしれないが、全く話が合わなかった。仕方ないので二人で人間観察をして時間を潰すことにした。あの人、朝食何食べたと思う？トースト。ご飯と味噌汁。あの人、誰かに似てない？誰だ？名前が出てこない。あの人、背高いな。190センチくらいかな。186センチくらいじゃない？意味のない、くだらないやりとりが続いたが、次第に会話も減り、最後にはお互い無言になり、数取り機のカチカチ音だけとなった。おい、ちゃんと数えろよ。あ、ごめんごめん。眠気で意識が朦朧としていたのか、カウントが漏れていたようだ。おい、ちゃんと数えろって。数分後、再び T さんに注意された。今度はきちんと見ていたけど、誰も駅から出てきてない。いやいや、ちゃんと数えてるよ。今だってほら、誰もいないじゃん。は？何言ってんの？向こうに女の人歩いてるだろ。 T さんの指さす方向を見るが、誰もいない。カチッ。隣で数取り機の音がした。え？誰も駅に入っていった人はいない。 T さんこそ適当にカウントしてたらダメですよ。は？ちゃんと数えてるし、さっきから何なんだよ。ほら、また女が来たぞ。今度は確かに女の人が北口から出てきた。あの二人組、どっちの方が可愛い？俺は左の白いワンピかな。え？北口から出てきたのは一人だけだ。 T さん、大丈夫ですか？疲れてるんじゃないですか？返事がない隣の T さんを振り返ってみると、先ほどの女の人が歩いていた方を見ながら口をパクパクさせている。どうしたんですか？大丈夫ですか？ T さんは返事をせずに口をパクパクし続けている。次第にブツブツと小さな声が聞こえ始めたが、はっきりと聞き取れない。バタン。 T さんが勢いよく立ち上がった拍子に T さんの座っていた椅子が倒れた。全身をブルブルと震わせながら、なおも口をパクパクし続けている。ちょっと、大丈夫ですか？ T さんの目の前に立ち、両手で肩を揺すってみたが、全く反応がない。白目を向き、口をパクパクさせながら、よだれを垂れ流す T さんを見て、異変を感じ取ったのか、駅前のロータリー沿いにある交番から、おまわりさんがこちらに向かって近づいてくる。来るな！来るな！来るな！突然走り出す T さん。
S さんも必死に追いかけたが、まるで追いつくことができず、距離は離れるばかり。線路沿いを走る T さんが左折し、姿が見えなくなった。それからほんの数秒後、キー！今までに聞いたこともない大きな音が響いた。電車の急ブレーキだ。急いで踏切に向かうと、数秒前までは T さんだったであろう赤黒い肉の塊が散乱していた。今まで生きてきた中で、あれほど凄惨な光景は見たことがないと S さんは言っていた。亡くなった T さんは自殺ということで処理されたそうだ。踏切の遮断機をくぐり、線路の真ん中で女性と抱き合いながら電車の運転手を見つめ笑っていたと運転手が証言したらしい。なぜ T さんが気功に走りこのような結末を迎えたのか、今となっては知る術はない。 T さんと一緒に亡くなった女性は T さんとは顔見知りではなく他人だったそうだ。交通量調査の時、 T さんにだけ見えていた女性と同一人物だったのかな。もしかしたら生き霊だったのかもしれない。死んだ女も白いワンピース着てたし、一緒に自殺する相手を探していたのかも。そして S さんは最後にこんな話をしてくれた。あの時、俺は気分が悪くなって目をつぶって座り込んで吐いてたんだけど、カチ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 ってカツ取り機の音が聞こえてきたんだ。音のする方を向いて目を開けてみると、バラバラになった T さんの右腕が落ちててな、カツ取り機を握ったまんまだったんだ。さすがに気のせいだろって思って見てたら、何が起きたと思う？ T さんの親指が動いて、カズ取り機をものすごい速さで押し始めたんだ。カチ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 ってね。全身バラバラで腕だけなのに、指だけ動き続けてたんだ。天井も壁も床も真っ白な部屋で、椅子に座った S さんは、無表情でどこか遠くを見つめたまま、ずっと手に持っていた数取り機を押し続けていた。今でも目をつぶると数取り機の音が聞こえてくる。カチッ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 。以上、交通量調査をお届けいたしました。あれですね、交通量調査、最近は見かけないな。5年か6年ぐらい前にうちの近所の交差点でもなんかやってましたけどね。あれは人なのか車なのか両方なのか、見てると結構辛そうですよね。座ってる時間長いし、ずっと見てなきゃいけないし、なんか他に気を紛らわすようなこともないし、結構ね、大変そうな。あれ見ててね、あんまし楽そうだとは思いませんけどね。そのバイトをやってる時に、連れの人がね、見えちゃったんではないかなというお話でしたけれども、線路の真ん中でね、どこの誰だか分かんない女性と抱き合って、運転手に向かって、笑ってたという。ね、でどうやらそのね、見えてた女性、T さんにだけ見えてた女性と、同一人物だったんではないのかなというような。ただそのね、見えてた女性っていうのが本当に生きてた人間なのか、それともね、この人の言うように生き霊だったのか、わかんないですけどね。ただこう、T さんと一緒に女性も亡くなっているということでね、この様子を見てしまった S さんが、天井も壁も床も真っ白な部屋ということはですよ、おそらくは病院に収容されてしまったんではないかなというふうに思いますけれどもね。やだな、数取り機見るたびに思い出しそうだな。カチ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 ってね、子供の頃あれすごい好きだったんですけどね、こうカチカチ鳴らしてね、数が回っていくのがね、やるとすごい怒られてましたけどね。いやちょっと、
まあ階段はね、ある程度因果関係が成立してなくても、うん、面白ければいいやというようなスタンスなんですけど、私個人はこういうね、本当にね、なんて言うんだろう、引っかかっちゃったというかね、網にかかっちゃったというかね、そういうパターン、まあ人間が関わってるんでなければそういうパターンが一番怖いなというね、避けようがないっていうのが、ちょっと霊関係では一番怖いかなっていうふうに思いますけどね。はい、42番ジェリーさん、自分は怖くないよ、霊の存在はわかるけど怖くないよってな感じでわざと心霊スポットで寄稿したとか自慢する人がたまにいますけど、それ聞いてると失笑するしかないですね。ね、何しに行ったんじゃいっていう話ですよね。もうね、見える人は見えても見ないふりというかね、自分なりの対処法を持ってたりしますし、一応ね、連れて帰らないようにする方法というのをね、自分なりに編み出したりしてますからね、そうそう、なんでね、そういうとこ行ってわざわざこういらんことして帰ってくるかなというかね、度胸試しというか武勇伝じゃないですけど、なんかね、俺言ったんだよ、こんなことしてやったんだよみたいなことでもういらんことしてくる人がいますけどね、まあ、実際ね、まあ、そういういらんことをして、人生棒に振っちゃった人の話を先日読ませていただきましたけどね、それは体験談ということで、私がその体験をされた方から直接聞かせていただいたお話でしたけれどもね、それ聞いてですね、本当にね、遊び半分で行って、なおかつそこでね、いらんことして帰ってきちゃダメだなっていうのを、ね、つくづく感じましたね。はい。43番ヘッケルさん、普段から見てしまってるから、でもそれを話したらそれって怪談やんって言われて、そうやったんって後でわかる、どんくさいヘッケルですっていうことでね、いやいや、それはきちんと自分で避けて帰れてるということですから、ね、いろいろ体験されてて、ちょっとこれ不思議な体験だったんだけどっていうのでね、まあ、メール送ってくださったりとか、お話聞かせてもらったりとか、まあ、学生の頃からね、こういう話すごい好きだったんで、いろんな人から聞いたりしてましたけれども、いやいや、それってあなたが不思議だと思ってるけど、立派にやばい話じゃないみたいな。で、ただそういう人っていうのは、ちゃんとそういうところの危険なアンテナが働くのか、うまい具合に避けてきてたりしますからね。そうそう、だから、旗から聞いたらそれってやばい話じゃんっていうのって、すごくあると思うんですよ。ただきちんとこう見えてしまってる人とか、そういうのに勘の働く人とかっていうのはこううまい具合にね回避して、いらんものを背負い込まないようにしてね、生活できてるんじゃないかなというふうに思いますよね。40番さん、迷い人さんですね、銀様感謝です。子供の頃一度連れて行かれそうになったことはあるんです。その時の嫌な者たちを追い払ってくれた方があって、後で祖母に聞いたらおそらくご先祖の霊だろうとのことでした、ということでね。おーね、やっぱり守護霊の方もね、力の強い弱いありますので、きちんとねご供養されてて、気持ちというかね、その霊的なパイプがつながっていれば守りやすいんだけれども、そういう思いがですね、こちらがいくら守ってあげようと思っても、現世で生きている私たちの方にそういう気持ちがないとです、経験な気持ちがないと、力がうまく伝わらないっていうような、でパイプが一方通行になってしまって、あの世の方からね、かわいい子孫だし、かわいい孫だしというのでね、守ってあげよう、もうできる限り守ってあげようと思って、こういくらこう力を出そうと思っても、現世に生きている私たちが、その思いに応えられない状態でいると、もう力がね、届かないっていうふうに言いますからね。うん、やっぱりあれですよ、先祖供養と言いますかね。ちゃんと、まあ、ボンクレなどにはお墓参りしたり、お家でそういう迎えて、いろいろとね、ご供養していただいたりとかですね、まあ、たまには思い出してね、ああおばあちゃんそういえばみたいなね、こんな思い出もあるなみたいなことで思い出すだけでも、その霊的なつながりのパイプは太くなるって言いますからね、たまにはこう懐かしい故人を思い出して忍ぶというのも必要なことなんではないのかなというふうに思いますよね。
45番山猫亭金さん、44番目の迷い人さんへ。そうなんですか、こちらの世界から向こうが見えないように隔てられているのだから、向こうの世界からこちらに干渉してくるのはルール違反ですが、そうした輩から先祖が守ってくれるのはありがたいですね。先祖供養すると現世利益を得られるように言う宗教は偽物と私は思ってます、ということでね。そうですね、確かにですね、子宝に恵まれない方がお墓参りをしてきちんと先祖供養をすると子宝に恵まれるというような例はあるそうなんですが、ただひたすらにそれを求めて墓に参るのは間違いだというふうにね言われますよね。きちんと心から、ご先祖様を供養しよう、敬おうという思いで行くから、あ、じゃあね、きちんと子孫を残さないとダメねっていうことで、そういう風なので子宝が授かったりするということはあるそうですけれども、もう本当にね、それだけもう子供が欲しい子供が欲しいって言ってお墓参りしたってそれはダメですよっていうね。だし、そのお墓参りした先祖供養したから、例えばお金が入ってくるとかね、例えばいい恋人に巡り合うとか、そういうような現世利益っていうのはないというふうにおっしゃってますね、いろんな方が、なので、あなたが現世で幸せになりたければあれをしなさい、これをしなさい、ね、まずはこう、こういうことをしなさいと、ね、お金を出しなさい、いいお墓を建てなさい、ね、そういうようなことはないと思いますね、それを幸せと受け取るかどうかは生きている人間の心持ち次第ですからね、確かにすごく生きている中で辛いこととか大変なことっていうのいっぱいありますけれども、そういう思いをするから本当にね、ちっちゃい幸せがね、ああ幸せだなって、ああご飯が美味しい幸せだなとかね、ああお花が綺麗に咲いているとか、花見った酒がうまい、ああ幸せだなでね、そういうのも、本当に毎日が楽しいことばっかりだと色褪せて思えちゃうこともあると思うので、それなりにね、人生彩りで辛いことも大変なことも経験しながら、だと思うので、もうね、墓参ってりゃいいことがあるよとかね、そういうふうに言う、やからはね、本当に偽物だと思っていいんじゃないでしょうか。46番目の迷い人さん、見入られちゃったのか、うちの隙間女たんはそんなことしないなってことでね。おー、隙間女たんいるんですか、最後の一言が、ドキドキね、見入られちゃったみたいですね。47番、整理整頓な人さん、なんだかなーって話だなってことで、そうですね、気持ちに隙があって見入られてしまうのか、よっぽどね、この呼んでる女の方が強かったのか分かりませんけれどもね、あれですよ、ほんの一瞬死ぬ気がなくても心に隙があると引っ張られたりとかしますからね、まあその時の本当に間が差すとかね、間が通るとか、そういうような状況だったんじゃないのかなっていうふうなのはありますけど、あと人間ってずっと同じ単純な作業を繰り返し繰り返ししてると、あれですってね、気持ちに隙ができるんですってね、脳が考えることをやめちゃうんで、ずっと同じ動作を単純に繰り返して長時間やってると、もう脳がその手順をわざわざ認識しなくなるんで、気持ちがぽっかり空いちゃうんですって、何も考えずにその動作ができちゃうんで、でそうすると意識に空白ができちゃうので、すごく引っ張られやすくなるっていうようなことは聞いたことがありますね、ほとんど私の知識は読んだか聞いたかですけれどもね、はい、48番目の迷い人さん、45番山猫定銀さんへ。その先祖用に金払えっていうのは、人の先祖を人質かっこ霊質に取ってるようなものですね。伏せするぞ伏せするぞ伏せするぞと同じ、ね、ああそうね、もうお世話ね、本当に気持ちなんで、もうね、気持ちでと言いながらね、10万踏んだくっていくようなやつらもいますけどね、本当にこう自分のある蓄えの中からもう、これだけ出そうね、これとこれとこれと合わせてこれだけ必要だからこれだけ出そうっていうようなね、そういう気持ちで、出すお布施というのは生きるお金なんですけども、あのお金があれば何が買えたのにとか、このお金が買えば何日の、ね、生活で余裕ができるのにと思って出すお布施っていうのはお金が死んでしまうので、逆に出さない方がいいっていうようなことを言われましたね、私も何回かお布施をね、お支払いする場面に立ち会ったことありますけれども、せっかくこう出すお布施ですから、ちゃんとお金が生きるように、これで、このようにしてくださいと、これで、ご先祖の供養をしてくださいというようなね、気持ちで出すお金っていうのは生きていて、きちんとこう回っていくお金ですけれども、
あ、もうこのお金があればね、あれで買えたのにとか、あれ1週間生活が楽だったのにとかって、そういう思いをつけて渡すお金だったら、それは出さない方がいいっていうふうに言われましたね。うん、まあね、いろんなことをしてもらって、ご供養してもらって100円200円ってわけにはいかないと思いますけれども、私の気持ち的にここまでだったら出してもいいというような、そういう範囲で出すのが気持ちというお布施なんだというふうに教わりました。うん、なので、それを超えて出すお金というのは、生きてこないお金なので、出さない方がいいというね、そういうふうに言われて、せっかくそうお布施として出すお金なんだから、私が執着して出してしまうとダメよっていうふうに教わりましたね。49番ジェリーさん、私の場合やばくはなかったけど、子供の頃に田舎の知らない土地でそこの土地の子たちによくしてもらった思い出を人に詳しく話したら、それって人間じゃなかったんじゃないのと言われて、そう言われればと思ったことがあります。ああ、結局何だったんだろう、カッパ？カッパとか山バロとか、でもね、人間じゃなかったんじゃないのって言われると、私は一番最初にね、じゃあその土地の妖怪とか思ってドキワクしちゃうんですけど、でも妖怪にも会ってみたいな。遊んでみたいな。尻子玉抜かれるのは嫌だけど、見てみたいというかね、大騒ぎしないからね、ちょっとぐらい姿見てみたいなっていうのはありますよね。50番ヘッケルさん、46番目の眉人さんへ、隙間女たんより怖い鬼嫁っておるねんでってね、リアル怖い話ですか。ね、いや、いい奥さんじゃないですか。はい、51番目の迷い人さん、日航ジャンボ機墜落事故の現場、御巣鷹山の慰霊碑前でふざけたポーズで写真を撮ったり、あろうことか立ち小便をしたりゴミを捨てたりした様子を自慢げにのネットに載せた輩がいましたね。今頃はどうしていることやら。こてがあれですね、晴れてんじゃねえかっていう話ですよね。ね、何かしらね、ちょっと後悔するようなことがあってほしいなっていうのはありますけどね。52番目の眉人さん、作り話とかでも少なからず霊に対し関して語って楽しんでいる以上、あまり道徳的なことをここで言うのは野暮なようだと。ああ、まあそれもありますね。うん。まあそれもありますけれども、まあ、引っかからないでほしいなというね。そうそう。基準点っていうのはないけれども、こういうこともあるよというので、聞き流しといてやってください。はい。53番目の迷い人さん、いやいやヘッケルさん、隙間女たんは可愛いですよ。タンスの陰からおいでおいでするだけですよ。出てこいよ、一緒にご飯食べようよって言うと恥ずかしいのか引っ込んじゃいますよ。すごい日常。すごい日常だなそれな。でも可愛いんだ、そうか。うん、まあ、うん。実害がないんだったらいいや。54番ジェリーさん、見た目は普通の昔の子供でしたけど、なんかね、パッと頭に浮かんでくるイメージは何だろう。座敷わらしみたいなね。あれですよ。ちょっと頭のところちょんと結んでね、着物着て、ちゃんちゃんこ着てるような、古いな、イメージが。そういうイメージだったんですけどね。でも、なんかいいですよね、子供時代のそういう不思議な思い出っていうのもね、あるといいですよね。55番ジェリーさん、大勢いましたって。大勢いたんだ。そっか、すごいな。56番目の迷い人さん、しりこ玉は一説には前立腺じゃないかと言われてるから、ギョアン様大丈夫なんじゃない。そうなの、前立腺なのあれって。知らなかった。あー、じゃあ私大丈夫かも。そっか、あ、それだったらちょっと安心して見てみたい気もするな、ね。はい、まあ、盛り上がっておりますけれども、ね、時計も2時を回りまして、ね、久々に2時間ほどですね、始めたのが、ね、12時ちょっと過ぎてましたからね、久々に2時間ほど放送をやってしまいました。はい、冒頭でもお話ししましたが、3月の放送これで終了でございます。で、一応ね、不定期配信ということでさせていただいてたんですが、最近ちょっと体調不良もありまして、休み休みね放送させていただいておりまして、4月から
週2回、毎週水曜日と土曜日の夜11時からの放送にリニューアルさせていただきます。でですね、水曜日は怪談多めで、土曜日がですね、雑談多めというような感じで、聞いていただく方にも、掲示板の方に書き込みをいただく方にも、楽しんでいただけるような放送にしていきたいなというふうに思っております。で、3月がね、一応体験談募集月間ということで、皆様からの体験談大々的に募集しておりましたけれども、これで終わりということではなくてですね、4月以降も随時募集しておりますので、怖い体験、不思議な体験など、ちょっとね、これって違うかなというようなお話でも全然構いませんので、送っていただければと思います。はい。メールアドがですね、saotome.otome@gmail.com saotome.otome@gmail.com こちら、あやかし語り専用のメールアドとなっておりますので、もしね、そういった体験談などお持ちの方いらっしゃいましたら、どしどし送っていただきたいと思います。またですね、ツイッター、行案に、行案数字の2、あやかし語りというアカウントで、ツイッターやっておりますので、放送やるよとかね、今日は休むよというような、ことしかつぶやいておりませんけれども、確認していただければなと思います。でもしね、ツイッターの方別にフォローなどはね、いいんですけれども、ツイッターやってないんだよねというような方いらっしゃいましたら、同じようなことをね、こちらの掲示板の方にも書いておりますので、そちらでも確認していただければなと思います。で、ですね、YouTube の方なんですけれども、今ですね、去年放送を始めた頃に、携帯小説投稿サイトのいちごさんの方から作品を、2本ほどね、お借りしまして、読ませていただいてた回があったんですが、その頃ね、iPhone で配信しておりましたので、音声データが残ってなかったんですよ。で、許可をいただきました作者の方にもですね、一応聞いていただこうと思いまして、11月3日第5夜に放送させていただきました、クローナイトさんという方からお借りしました水の会と、11月4日第6夜に、放送させていただきました昆布焼きさんという方から お借りしましたたたり実際にあった出来事の伝承話という、お話をね、YouTube の方に上げさせていただきました。でこちらはですね、特別枠ということで上げさせていただいておりますので、YouTube の方だけになります。で、まだね、URL などこちらの業務連絡用のスレの方にね、書き込んでないので、またね、こちらも書き込ませていただきまして、で、過去の放送のデータ、第7夜から入ってると思うんですが、そちらの方も、何日に放送したっていうのは分かるけど、内容が分かんないよっていうようなこともありますので、そちらも分かるように、一覧をね、業務連絡用のブログ、あやかし語りというところに、暇を見て書き込ませていただきますので、ちょっとチェックしていただければなと思います。で、リンクの方はですね、ローカルルールの方に、ひし形の枠の中に一番下の方に入っておりますので、ちょっと見ていただければなと思います。ただまだ書いてないので、今見られてもね、何もないんですけれども、はい、これで業務連絡は以上かな。そうですね、はい、本日も遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。次回の放送がですね、4月の3日水曜日の夜11時からとなりますので、お間違いのないようによろしくお願いいたします。できるだけ長く、細く長く続けていける放送にしていきたいと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。それではこれで本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りにはお気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様、おやすみなさいませ。